WBC 侍ジャパンの開幕戦中国との一戦が近づいてきました元日本ハムファイターズの斎藤佑樹さんは6日に行われた中国の練習試合を視察してこのように語りましたチームはヒット11本を打ちながらあと一歩が出ず2対6で敗戦それでもつながりだしたら怖い存在また中国は守備が良い特に二遊間あそこでアウトを取られてしまうと 厳しい戦い戦になる。日本は気を抜かず一つ一つ丁寧にプレーしていかないと中国は不気味な存在になる。中国戦は9日木曜日夜6時から TBS 系列地上波で生中継します。